にちは、ソニーショップテックスタッフ店員佐藤です。今回はですね、お客様からちょっと、お問い合わせをいただいたんですけども、 ZV-E1 新発売の Vlog カムですけども、こちらでですね、ダイナミックアクティブ手ブレ補正を使った時に割と大きくクロップされるので、これを使ってですね、これを APS-C レンズで利用した時にどれぐらい蹴られるのかなと、うちでテストしてみるとほとんど蹴られがないというか、ダイナミックアクティブ手ブレ補正を使っている分にはほとんど、問題なく使えるんじゃないかな。まあ多少は蹴られるんですけどもね、APS-C のレンズの場合っていうのは普通1.5 倍のクロップが入るんですけども、見た感じだいたい 1.4 倍ぐらいのクロップでダイナミックアクティブ手ブレ補正というのをやっているので、それでだったら結構割と使えるんじゃないかなというような話を、していたんですけども、ちょっと今回はそれを実際に試してみようかなと思います。山に行く時とかにですね、なるべくカメラを軽量化したいなということで、 ZV-1483g は α6600 よりも軽いカメラになっています。それにですね、ちょっと今回並べてみましたけども、軽量レンズいろいろちょっと持ってきたので、これをいろいろ静止画とどれぐらい蹴られるものなのかっていうのを実際見せしながら、ダイナミックアクティブ手ブレ補正で、蹴られが出ないのかっていうのをちょっとここでテストしてみたいなと思います。まずはですね、フルサイズのレンズをつけています。 SELP1635G です。ソニースト価格179,300円のレンズで、2022年5月27日ちょうど1年前に発売されたレンズになります。パワーズームになっているので、こうしてズームレバーでの操作でズーム操作ができます。 353g のレンズになります。これをですね、よいしょ、アクティブ手ブレ補正、よいしょ、これがアクティブ手ブレ補正のこれをアクティブ手ブレ補正にダウンロードすると、ダウンロードするとこれぐらいの価格になります。さらにスタンダードで、オフ、スタンダードとオフというのは、写真の時の手ブレ補正を使っているので、補正幅がそれほど大きくない。シャッターを静止画撮った時に、手ブレ補正を補正するだけの量なので、ちょっと微妙に少ないんですね。でこちらのアクティブ手ブレ補正の方は若干枠を作ってですね、ボディ内手ブレ補正を、使って、今ちょっと照らしてますけども、それでも余白分を動かして、手ブレ補正を取る機能になっています。そして浸透彩 α8 ダイナミックアクティブ手ブレ補正というのは、それに電子手ブレ補正も併用しています。なのでこういう回転軸の方までちょっと取ってくれるという手ブレ補正になっています。ではちょっとこれで、一回写真を撮ったり歩いてみたりとかしたいと思います。まず写真なんですけども、ちょっと写真モードにしてみますね。よいしょ、はい、写真モードにしました。これシャッター切ってみます。まあ普通に蹴られずに撮れば、フルサイズのレンズなので、はい、で動画にして、今度は手ブレ補正、ダイナミックアクティブにして、これでちょっと歩いてみます。ということで、これが、SELP1635G の様子でした。もう一本フルサイズで、24mm の F28G というコンパクトなレンズがあるので、これも試してみたいと思います。はい、続いてはですね、 SEL24F28G α7C が出た時に登場した、単焦点レンズです。これもとてもコンパクトにこうやって装着できるレンズで、単焦点で山歩きするんだったらこれ1本でもいいんじゃないかなというふうに思えるレンズになります。これも、ちょっと試してみたいと思います。お値段 94,600円で、2021年4月23日発売のレンズですね。重量 162g なので、おそらくフルサイズのレンズの中で一番軽いレンズになるんじゃないですかね。よいしょ、まずはこれが写真からいってみようかな。
間隔が24ミリなのでそんな広くないんですが、はい、続いて、こちらがアクティブ手ブレ、ダイナミックアクティブ手ブレ補正ですね。でアクティブ手ブレ補正スタンダード、まあフルサイズのレンズなので特に蹴られはありません。はい、こんな感じでした。続いてはよいしょ、いよいよ APS-C のレンズに挑戦してみます。SELP1020G です。今ワイド端にしてます。 10mm ですね。そしてこれが手ブレ補正のダイナミックアクティブ、こうやってゆっくり回すと若干四隅に影が出ることがあるんですが、そんな気にならないですね。テレ側使ってみます。テレ側、あ、こっちは若干もう面で出てきちゃうかな。わかりますかね。左右の首のところがちょっと黒くなってます。よいしょ、ワイドターンで、ちなみにこれをですね、アクティブ手ブレ補正を切っていくと、もうご覧の通りかなり大きく蹴られます。これが手ブレ補正なしの時のですね、写真の時もこんな感じになります。これ写真撮影の時、ちなみにテレタンだとこうで、これが動画の方にして手ブレ補正をダイナミックアクティブにすると、ほとんどあれが気にならなくなるかな。テレ側だとちょっと見えますね。なのでワイドターンだけで使えるんだったらこれいいかもしれない。ちょっと歩いてみます。完璧ではないんですが、まあこれもしかしたらちょっといい感じでワイドターンだけ使えるかもしれませんね。続いて、SEL11F18 という単焦点レンズです。どうせ 1020G をですね、ワイドターンでしか使わないんだったら、こちらの単焦点レンズにしておいてもいいんじゃないかと。はい、これ1118です。ダイナミック手ブレ補正です。どうだろう、これはかなりほとんど出ないですね。手ブレ補正をちょっと切ってみます。スタンダードこれぐらいか。やっぱケラレは当然 APS-C のレンズなんで出るんですが、ダイナミックアクティブ手ブレ補正だったらいけるかもしれない。ちょっと写真見てみます。はい、こちらが動画です。よし、じゃあちょっと歩いてみますね。今ダイナミックテーブル補正になってますね。よいしょ、20G よりこっちの方がいいかもしれないですね。はい、続いてはですね、これは SEL20F28 38,500円の、2013年3月8日発売のレンズになります。おそらく APS-C のレンズ、リマウントのレンズで、これが最軽量レンズになるかなと思います。重量 69g しかありません。手ブレ補正を今ダイナミックアクティブになっているので、これを
スタンダードにしてみます。まあ、ケラレは出るんですけど、くっきりした線じゃないので割といいかもしれないですね。自然な感じでちょっと写真撮ってみます。じゃあこれもダイナミックアクティブ手ブレ補正で歩いてみます。メーカーさん想定の使い方ではないので、若干やっぱ歪みもあるし、隅の方を見てると歪むのと、やっぱ若干ちょっと暗い影は出てくるかな。だけどこれ、このコンパクトさすごい。これで本当ポケットサイズと言えるのではないでしょうか。意外といいかもしれないです。はい、続いては、こちらはですね SELP1650、単体で買うと 35,409円になる、APS-C カメラの α6400 とかの標準ズームレンズについているキットレンズですね。レンズとしては2013年の2月22日に発売された 116g のレンズになります。こちらも、使えないかどうかちょっとテストしてみたいと思います。まずはよいしょ、これはダイナミック手ブレ補正アクティブなんですが、うわ、派手に出ました。ダイナミックでももうちょっと蹴られてしまっているので、ちなみにこれ蹴られを、ダイナミックアクティブからアクティブ補正スタンダード、わ、こんな感じですね。写真撮ってみます。わ、これはちょっと厳しいかな。が使えると、今一応ワイドタンなんですが、テレタンもちょっと試してみます。テレタンだと、テレタンでもちょっと蹴られるな。テレタンでアクティブスタンダード、だいぶ出ますね、蹴られた。もともとメーカーさんでは設計をこういう風に使い方は想定せずに作っているので仕方がないんですけども、じゃあちょっとワイドターンにしてちょっと歩いてみます。これちょっとあんまおすすめできないかな。ものによりますね、やっぱね。さ、最後、そして、望遠レンズの SEL552220 36,960円のこちらの、レンズをちょっとつけてみようと思います。これだけ望遠レンズなんですけどもね。はい、装着してみました。55210です。望遠レンズ 345g、 ペットボトル1本で望遠レンズ持っていけるという結構、便利な望遠レンズになります。これが、ワイドタンですね。ワイドタンで手ブレ補正ちょっと見てみます。ダイナミック、これアクティブ、アクティブ、お、スタンダード、派手にやっぱ蹴られは出ますね。じゃあこれテレ側に、テレ側にしてみます。テレ側だともう全体がもうやっぱり蹴られてはいるんですが、よいしょ、アクティブ手ブレ補正どうだ。ダイナミックアクティブ、あ、影が出ますね。やっぱ手ブレ補正が働いちゃうとダメかな。だけどこれで 210mm 相当で使えるので割といいかもしれない。ちょっと写真撮ってみますか。写真は大きく蹴られてしまうんですが、ダイナミックでアクティブ手ブレ補正もちょっとこれきついかな。うん、テレタン、ワイドタンともにちょっと出ますね。ただまあ緊急事態でだったら撮れるって感じかな。こっからクロップすればいいのかなとか、
ちょっと、これで歩きながら、ということで、ZV-E1 のですね APS-C レンズが使えるかどうか問題のレポートでした。こうやって 1.4 倍のクロップをしているということは、あの1200万画素のセンサーで受容体気にして800万画素、これを使って 4K 動画を撮ってるんですけども、クロップしているので500万画素以下ぐらいでおそらく撮影をしているんですけども、それを 4K 記録しているから画素数が実は足りないんですよね。なので、あの超解像技術とかを使っておそらくその辺って、画素を足しているような格好で撮ってるんだと思います。ですが画質を見るとですね、あの解像クラスのものになっちゃうとかっていうことはなくて、4K 画質の解像度そのまんまで撮れてはいるので、かなりうまいことをあのデジタルで処理をしているのかなというふうに思います。まあ、あの APS-C のレンズを使用をですね、あのうちのお店で推奨するとかメーカーさんが保証するという話ではないんですけども、選択の幅がこれで広がるってことはないですかね。私おすすめなのはやっぱこの最近の 20F28 ですね、38,500円というすごい安い値段で最も小型のレンズなので、これを1本持っていって、あのこれを普段使いというか、あの山歩きの時に普通に使って、それとあのフルサイズのレンズを、1本もしくは2本ぐらい持っていくと、あの結構軽量化した撮影スタイルが楽しめるんじゃないかなと思います。ぜひお試しになってみてください。